今日も百ワニクイズのお時間でございます。さあ僕が出題いたしますよ、はい、これ今日がもう最終問題ですから、443.5 その通り。最後まだ続く、この後も。なるほど、ってことはこの6問だけではない。じゃあ今日は6問までだけどってことか。まだ続くよと。まだ続くよ。6本取りだったってことですね今日はね、うん、なるほど OK です。まだ続くらしいです。じゃあ今日の最終問題ってことでいきますよ、はい、こちらババン、はいはい、謎謎です。謎謎。ワニ、ネズミ、モグラならできるのに、カメレオン、キリン、ライオンではできない遊びは、ということで。え、ごめんなさい、海外のことみんなできないよ。いやいや、なんか心理っぽいみたいな言い方したけど。ワニ、ネズミ、モグラならできるの。あの、あ、これもフリップタイプできて、他にはできない。いやもう俺1個しかないわ、これはもう。え、これさ、でもさ、え、これさ、うん、やった、今回はスポンジついてる。キャップ、やった。でもさ、これさ、うん、え、な、うん、なんだろう、うん、いやいや、わかるんだよ、わかるんだけどさ、これさ、俺が今出した答えって何も引っかかってないんだよね、うん、え、引っかかってない。なんでじゃあ分かったの。いやでも、できない遊びはって言われて、うん、ちょっとこれじゃないみたいな。座っていいっすか。なんで急にちょっと疲れたんでしょうね。あれ、どういうことよ。え、ワニ、ネズミ、モグラならできる、カメレオン、キリン、ライオンもできる。嫌いなのよ、カメレオン、キリン、ワニ。ワニ、いや、これだってね、カメレオン、キリン、ライオンってだけど、その遊びはっていうところに俺引っかかってて。遊び、その俺が出したやつって、うん、その謎なぞでどこにも引っかかってないのよ。ああ、まあ、いや俺もその小学生でもできる遊びだそうです、うん、なんかどこにも引っかかってないの。素直にそうじゃない、うん、って思っちゃって。あ、っていうやつですか。なんか謎なぞなのかどうかさえわかんない。 俺の答えは、うん、今回のこの100ワニを見ればわかる、うん、答えが、この映画の中に答えがあるんじゃないかって俺は思ってるから。なるほどね。そっからだから、まあ謎なぞというか100ワニを見たらわかる問題かなと思ったんですけど、ちょっとわかんないから山勘でいくか。OK。意外とその直感が、ね、当たったりするんだよね、うん、中村さん。遊び、でスポーツとかとは違うってことか。では思ってるよ。公園で遊ぶよね、うん、遊びってことですよね、いわゆる。ね、あのね、もし俺が正しいとすれば、うん、別に場所を選ばなくていい。なるほど。別に今でもできるよね。今もできる。今もできる。俺が合ってればね、俺の答えが。え、なんかジャングルジムとかじゃないの。違うの。大丈夫なのかなって。でもそこしかないんだよね。これ感じ合ってる。なんでだよ、なんでだよ。ちょっと待って、合ってる。なんで。俺ちょっと変えていい。それさ、それ俺もできないからね。感じ合ってる。あ、え、漢字間違えてるかどうかだけ気になるの、大人だから。あ、合ってると思う。やっぱ戻すわ。合ってると思うよ。橋本くん、高学歴と噂の橋本くん、ちょっと合ってる合ってる、うん、多分。じゃあいいかな、高学歴、うん、シャッターして、うん、これ合ってる。あの、あ、答えじゃなくて、あの字。あ、ちょっとうっすら違いますね。うっすら違う。何、教えてよ。え、漢字使う。本当に。あ、これ間違えてた、ごめんなさい。いいよいいよいいよ、ありがとう。はい、ということで、いきますか。行ってみようか。はい、はい、いきますよ、はい、それぞれの答え、せーの、ドン。え、ちょっとね、人狼。人狼って、人狼。なんで、なんで人狼。わかんないけど、動物の、動物入れてやれと思って、俺も負けじと。どっからどういう発想、発想。いないから、うん、狼が入ってないから、そういうこと。いや俺はほら、で映画の中で3人でバスケしたでしょ。それ違います。それ違うと思う。キリン、ダンクできますもん。
どうやって本当だどうやって本当じゃん。はい、正解はしりとり。おお、しりとり、うん、全部うで、うんで終わってるからだ、うん、だった？だったよ。おお、しりとり。風雲寺だな君は。何風雲寺って。なんでこんなのが分かんの。え、違う違う違う、いやだってカメレオン麒麟ライノでしょ、しりとりができないじゃんってなって、しりとりだと思ったんだけど、うん、何でずっとグダグダ言ってたんだ、分かってんのに。だってさカメレオンが言ってること、こんなさ、分かんなかったんだよ。だってなぞなぞって書いてあるのに、うん、こんな、だってなんか分かる、簡単なってことか、字を見て分かる、なるほど、ものでいいのかな。あれ、おめえバカにしてるか。違う違う違う、ひねり ないから大丈夫かなって思ってたんだけど。すごいわ、よかった、合ってた、しりとりでーす。天才だな、やったぜ。ということで正解者の方には1ポイントや。1ポイント、もうこれでもうあれですね、トップに躍り出ましたよ。4、5、3.5、その通り、うん、映画100日間に来たわりは5月28日金曜日全国ロードショーです。ぜひ劇場でご覧ください。